ちゃっ、こんにちは、豊さん、はい、YouTube の動画のコメント欄、はいはい、まあ、あのもちろんね、あの豊さん憤慨するようなコメントも中にはあるんですが、お前もあるだろ、憤慨するような、何だこれ、するようなありますが、でもすごく、なんだろう、あ、やっててよかったなっていう思うようなコメントもたくさん来ていて、実はですね、あの日本ハムの新庄監督の話を動画で、はい、あのしていた時に、実はその見ているファンの方が、あのずっとうつ病で閉じこもる生活でしたが、ファイターズの試合を見ていると元気が出て仕事を始められました、新庄監督にお礼が言いたいですというコメントを、実は YouTube のコメント欄にコメントしてくださって、うん、どっからのコメントなのかね、北海道なのかね、ああどこなんでしょうね、いやもう直接ね、はい、俺を言いに行ったら新庄監督が受け止めてくれるはずだよ、多分そういう人にはね、そうですよね、まあ、優しくて気がつく人だし、うん、野球の持つ力って、ね、はい、やっぱそういうことなんだよ、うん、そうじゃないとやる意味がないんだよ、楽しみだけとかそんなんじゃなくて勇気を与えるとかね、はい、まあ、新庄監督って守ろうなんて考えてないからね、うん、攻め一手でいくから、はい、だからやっぱこうポジティブにチームも動くし、うん、それが伝わったんだなと思うと良かったなと思うよね。そうですよね、はい、なんか豊さんも話をね、いろいろと、もし伺えるチャンスがあったらこの方になんかいろいろ聞いてみたいな。いや、新庄監督いいよな、うん、俺は YouTube 相当上げてるけどさ、はい、そういうコメント一本もないもんね。いや、豊さん、豊さんの YouTube を見て元気をもらいましたみたいな。いや、いますよ。いるかな、見落としてるだけかな。見落としてるだけですって、まあ、結構見てるけどね。多分見落としてるだけですよ。でもいましたよ、ほら、豊さんの YouTube を見て野球が楽しいと思いましたとか、このチャンネルが一番楽しい、野球が楽しいとかじゃない、人生を変えた、なんか人生的にこう救われましたみたいな。はい、いいじゃない、そう、新庄監督嬉しいですよね。嬉しいよ。先ほどのコメントをしてくださった方、あのもし見ていたらぜひちょっとスタッフまであの連絡を、もしあの可能でしたらいただけると嬉しいです。あのスタッフも豊さんも私たちもちょっとね、いろんなお話を伺いたいなとは思っているので、野球の持つ力だったり、例えば新庄監督はどういうところでこう気持ちが動いていったのかとか、人に刺さる部分っていうのは人それぞれ違うからね、はい、まあ、どういうところが感銘を受けて勇気づけられたのか、はい、まあ、それはなんかこう知りたいね。そうですよね。で、その日本ハムなんですけれども、これ記事になっていました、筒香選手そして藤浪投手をオフに両取りというところで、日本ハム新庄監督積極補強止まらず次なる動きはというところの記事が出ていました、うん、まだ補強はありそうなんですかね。まあオフだろうね、途中ではなくオフ、一応打診はこう常に入れてるはずだよね、はい、でいつでも連絡くれと、うん、まあ、こっちに帰ってきたい、チームを探さなきゃいけないんだったら、はい、まずうちに話を持ってきてくれとか、そういう打診は入れるはずだよね、うんうん、じゃないと他でパッと横取りされる可能性があるから。そうですよね、まあ、あの藤浪投手に関してはもうあの新庄監督がやっぱり藤浪投手のポテンシャルをすごい買っていて、うん、やっぱりあの自分のところに来て変えたいっていう風なのも常々おっしゃってたので、あのね、この前ね、江越に聞いたのよ。で、江越がなんで日本ハム来て良くなったって、うん、何がいいって言ったら、阪神の時はこの1打席を大事にしないと次に打席が回ってくるのがいつかわからないと、はい、だからすごいその1打席はプレッシャーがあったと、うん、で、日本ハムに来て新庄監督と出会いやってると、ここで凡打しても新庄監督だったら絶対またチャンスをくれるっていう気持ちに余裕を与えてくれるんだって。へー、いやいや、それは甘いよっていう人がいるかもわからないけども、だけどチャンスはくれるじゃない、うん、失敗しても何しても信じた人にはね、はい、だからそういう信頼関係というものが江越の中に出来上がって、だから思い切っていけるし、4打席くれるって、うん、その4打席をどうやって打っていこうっていうことを考えられるようになったっていうね。だからまあ例えばその藤浪がね、日本ハムに入っても10勝しちゃうかもわからないよね。十分可能性ありますよね。可能性あるんだよ、うん、で筒香も伸び伸びできるかもわからない、うん、筒香選手だと外野もしくは DH っていうことも、まあ、ファーストもできる、ファーストも、はい、うん、ってなるとまあ外野結構いますし、サードもできないことはない、はい、うん、ただ DH っていうことが、ああ可能性はあるよね、うん、可能性はある。そうするとその筒香選手をやっぱり欲しいと思うのは、それは今のチーム戦力的に
どういうふうにプラスに作用していくってこと。いやそれはさ、破壊力だよね。清宮、万波、マルティネス、はい、筒香、こういう打線がダーンと来たら、で1番磯形、2番松本剛みたいな、はい、いい打線になると思うよ。そうですね、うん、破壊力があるしさ、うん、でエスコンって結構狭いからね。あ、じゃあ入るんですね。入る入るもうびっくりするよ。あ、そうなんですね。いや、それは札幌ドームの意識で見てるからさ、うん、そんなだと、あーと思った、え、入るんだみたいな。ああ、そうなんですね。そういうことが起きてるし、でも球場の広さとすれば、はい、ちょうどいいぐらいの広さだよね。ホームランも適当に出てっていう。だから万波はね、ホームランを争いする、はい、まあ、清宮が追随する、筒香が入った、ね、この競争に入っていけるってなってくるとやっぱ面白いな。そうですよね。あ、で野手のやっぱりベテランっていうところでも一つ精神的な選手たちの何かお手本になるとか、そういうのもあるんですか。まあ、あの筒香も苦労してるからね、うん、まあ、人間的な成長も絶対してるはずだし、はい、ファームに身を置いて、うん、ずっとその若手と一緒に練習をし、試合をし、そういうハングリー精神みたいなのも見てきてるだろうし、はい、だからまあいい結果を埋めればいいけどね、それでね、うんうん、可能性と したらない話ではないし、うん、日本ハムとしたらやっぱこう夢が広がる話だよね。そうですよね。新庄監督は今年日本一しか目指しませんってもちろんおっしゃってるので、そこはそこでありつつも、例えばそこプラス来年っていうことをさらに見据えた上で、こういったこう本当に優勝を狙えるとか上位に A クラスに入れるっていうところでオフ動いてくるって可能性は十分にやっぱりあるっていうことですね。まああるよね、うん、やっぱこういろんな意識を変えたいっていうのがあるんだよね。新庄監督もメジャー行ってね、勉強になったこと、自分が変わったこと、まあ、そういうことは持ってるだろうし、それが決してダメなことではなくて、やっぱ筒香の苦労だとか見てると、はい、まあ、うちに来てもう一度花開かせろみたいな、はい、まあ、そういう親分肌みたいなところもあると思うよね、うん、だからそうだな、まあ、筒香が帰ってきて、まあ、DH があるところの方がいいよね、そうですね、多分ね、うん、だからパ・リーグにはなるかなというふうには思うけど、うん、横浜なあ、そうですね。でも今年のオフに導入される可能性もあるからね、 DH が来年から DH を導入する。セ・リーグにですか。可能性が全くゼロではないという。え、そうなんですね。もしじゃあそれがだって、そういう会議っていうのは常にしてるわけだからさ、そうなってくるとまたね、セ・リーグ、パ・リーグ分からなくなってくるところは筒香選手あるかもしれない。セ・リーグに DH ができるとやっぱ各球団取りやすいよね。そうですね、うん、でも今のところだったらどういう状況で野球をやってるかっていうのは分からないけど、まあ、だけど DH があった方が筒香も楽かもからね。そうですね。でプラスピッチャーで言えば FA していく投手も出てくる可能性がゼロではないっていう中で、藤浪投手が先発として、まあ藤浪はお前今やお前アスレチックスのお前勝ち頭やだお前エース級だぞお前扱いはアスレチックスで。そうですよね。ほらほうよほらほうよそうですよね。それはお前簡単に入ってこないでしょ。まあ確かに今のあのね成績だとそうですけど、まあいろんな波があったりとかなんかなった時にもしかするとあのラブコールを新庄監督送ってっていう可能性もゼロではないので、まあそりゃそうだね、はい、本当にね魅力のあるチームだよ日本ハム、あ、うん、に変身したな。そうですね。あ、まあ、確かにそのやってる選手たちは元気だし、うん、高みを目指してるし、うん、まあ、そういう精神を注入したのは新庄監督だし、はい、チームは間違った方向には全く行ってないよね、うん、楽しみだよ。そうですね、うん、いやね今シーズンももちろんね、あの去年より も順位上げてますし、じゃあ今オフ今後またどういった補強とかしてくるのか楽しみですね。新庄監督なんで全然いなくなったでしょ日本ハムの選手が、みたいな、みんな戸様になっちゃう。全然違うよみたいな違う意味で違うチームになっちゃった。違うチームになっちゃう、まあ、そうならないよね。そうですね、はいはい、今いる選手プラスアルファなんかね戦力で強くなっていくといいですね。またでもね、うまく血を入れるね、違う血を、うまいですね、うまい、はい、